本日は、こちらヤフオクで購入した携帯になります。こちらの方は SCL22 ということで、サムスンの、携帯になります。こちらの方は結構画面が大きくてですね、使いやすい、上に、比較的安く購入できた商品になります。ジャンクで3500円だったわけですが、起動確認をしていませんということでお安く購入できました。出品者の方を見る限りは雑貨メインに出品されている方で、おそらく携帯とかって使えるものを動作未確認という形で売られている可能性もあるので、専門業者に比べると、比較的、いいものが手に入る可能性も高いかなと思います。期待も込めて、動作未確認、比較的安いものを購入してみました。動くかを、見ていきたいなと思います。で、仮に、こちらの方が動かなかったとしても液晶はおそらく生きてるかなと思いますので、同じ SCL22 のこちらが割れている、この辺だーとわーっと割れているんですね。なので最悪動作しなかったとしてもディスプレイは生きてるんじゃないかなという、予測をしながら、最低この液晶だけでも変えれるかなと思っています。なので、動けばもう万々歳ですし、動かない場合は、こちらの液晶の取り替えだけをやっていこうかなと思います。はい、それではこちらジャンクのですね、商品を開けて動作チェックをしていきたいと思います。開封の儀。それでは開けます。ヤフオクは写真とか過去、取引されてる内容とかで、あまりこう知識のない方っていうのを本当に見極めるっていうのが結構重要かなと思います。全く一緒、こちら全く一緒になります。で、こちらの方が動作完全未確認ということで、状態は本当に良くて、もう明らか使えそうな感じがするんですね。これが液晶が割れてて、もう動かないっていうのはもうこの段階で考えれない感じになりますので、もうすごいテンションが高くなってます、今。はい。それでは、運命の分かれ道。電源、オン。これで、通電は、ちょっと時間がかかるかもしれないですね。ちょっと時間が光らない。ちょっとバッテリーが、充電が完全に切れているために光らない可能性もあるので、ちょっと置いてみたいと思います。はい。今、画面の方は動き出しましたね。おそらくこれで充電ができてるマークだと思うんですが、もうちょっとしばらく、置いときたいと思います。で、充電がそこそこ入ったら、おそらく起動するかと思うんで、そのタイミングまでちょっと待ってみようかなと思います。はい、今ちょっと思いついたんですが、ちょっと充電をやめて、こちらのバッテリーを全く同じものなので、バッテリーを入れ替えてちょっと見てみようかなと思います。で、こちらの使えてる方はバッテリーにそこそこ充電がありますので、これを入れてつくかどうかですね。これで今バッテリーがある状態でつくかどうか、これでちょっと見ていきたいと思います。あ、いけました。これもしかして Galaxy Note 3、 いけたっぽいですね。あ、起動してきました。はい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 、これもしかして、これは動作未確認という完全完品かもしれないですね。こちらですね、今、Wi-Fi につないで、今、確認しています。で、タップ&ゴー。こちらですね、無事、立ち上がることが確認できまして、もうここまで行ったら
おそらく普通に使えるかなと思いますので、まあこちらの方はですね、今後ゲーム機として、使っていきたいなと思っています。まあエミュレーターで例えばスーパーファミコン、ファミコン、メガドライブ、PC エンジン、まあこの辺をですね、すべて入れまして、まあ SD カードも64ギガで、まあ完全なこうゲーム機として、まあこれは携帯とは別で、持ち歩くというような感じで、使っていけたらと思っています。まあ電車の中とか、まあこれを取り出して、例えばゲームする、ロードランナーをゲームするとか、ピンボールで遊ぶとか、まあマリオブラザーズで遊ぶとか、まあやっぱ昔のこうゲームとかもこう自由にエミュレーターであればできるので便利な時間つぶしゲーム気になるんではないかなと思います。まあそんな感じでですね、今回は開封動画は成功したということで、本日は終わりにしたいと思います。はい、本日のご視聴ありがとうございます。